はい、皆さんどうもこんにちは、瀬成です。はい、今回ですけども、今回は僕が在学している大阪工業大学の顧問ルームという場所に来ています。はい、なぜかと言いますと、これからちょっと卒業制作のシーズン、まあ僕も 4回生なんで卒業制作に入っていくんですけども、皆さん、まあ卒生についていろんな悩みがあると思います。なんで、昨年度の学校内の最優秀賞を取った先輩にインタビューをしていこうというような企画を今回からやっていきたいと思っておりまして、今回第1弾として僕の在校している大阪工業大学の先輩にインタビューをしていくという形になっております。はい、ということでね、僕らアーキソフトなりにですね、建築ソフトについて深掘りをしたり、皆さんインスタグラムから質問を募ったりして、その内容を皆さん、先輩にぶつけていきたいと思いますので、ぜひこれから大阪工業大学だけでなく近畿大学や保管大学も攻めていきたいと思いますので、お楽しみください。ということで今回の作品やっていきましょう。ということで、改めましてちょっとインタビューをさせてもらうと、セナです。よろしくお願いします。今は大阪工業大学の大学院の工学研究科の建築都市デザインコースに所属していて、研究室は設計第一研究室というところです。紹介があった通り、真壁という名前で、設計学生、建築の学生をやってて、学部の時はセナと同じ部活に入ってて、そこの、1個上で部長をやってました。それのつながりでというか、つながりかつたまたま僕が、卒生で去年と1位取ったということで、今日取材を受けました。エドワード・ゴーリーっていう名前の、ちょっと怖い絵本を描く絵本作家の美術館で、敷地は彼が晩年過ごしてたアメリカのアトリエがあった場所に美術館、大きな美術館を建てようっていう概要で、コンセプトとしては、専門の美術館ということで、普通のホワイトキューブの白い壁に絵をただ並べて貼り付けるような美術館じゃなくて、彼ならではの、美術館に使用していこうということでを意識して、どれだけその建築空間の中に絵本の作風だとか雰囲気とかで、あとはこの合理自身の考え方とかを押し込めるかっていうのを結構主題に入れた卒生になっています。もともとその合理の絵本っていうのを、大学2年生の頃に受けたその美術史の、美術の歴史みたいな授業を聞いて、そこでその、美術芸術の世界にハマって、でそのそれと同時に、その昔から本当に小学生の頃から、推理小説とかが好きで、それそのミステリーの持つなんか魅力、文学的な魅力とその絵自体が持つその芸術的な視覚的な魅力、この両方を持つこのエドワード・ゴーリーの絵本に強く惹かれて、数年前から集めてて、でその彼のなんか今の状態、もう亡くなってる人やねんけど、美術館は確かにそのアトリエをちょっと改装というかしてあるんだけど、ちょっと小さくて、ちょっと誤解されてる部分、怖い絵を本を描くということで誤解されてる部分もあって、なんかそうじゃないんだよっていう感情が俺の中にあって、設計してみようというかっていう感じかな。ゴーリーの絵本って全部モノクロで、基本的にはモノクロで、白と黒しかない空間で、あとは線画チーフなデザインになってて、それを建築にも落とし込みたくて、だからその建築も正直全部モノクロで、プレゼン も全部モノクロでの色がない、でそういった点がその他の人の作品とか比べてちょっと異彩を放ってたというか、なんかこの作品だけちょっと浮いてるというか、いい意味でっていうのがちょっとこだわった点か、その白黒に徹するっていうところ、あとはその派手な絵本でもないから、建築もそんなに派手になっちゃいけないし、その敷地の環境
に合わせて建物が派手になりすぎて周囲の環境に異物が混じり込むような環境になっちゃいけないっていうのを思ってたから、なるべくその建築のスケールというか高さをまあ抑えるってことにはちょっとこだわった。学内で その卒生の展示会がだいたい2月の中盤ぐらいで、まあ、それに合わせて急いで模型を作ってたけど、まあ、ちょっと模型のクオリティがちょっと低かったというか、まあ、コロナもあってあんまり後輩呼べないっていうこともあって、少数制でやろうと思ってて、まあ、1人2人ぐらい呼んでやってたけど、まあ、ちょっと厳しいところがあったし、まあ、その少数制ってことで後輩に負担をかけてたから、だいぶそこが申し訳なくて、で結局まあ最終日はほぼ 徹夜で仕上げてて、その結果ちょっとだけ模型のクオリティが下がったから、もうちょっと制作のスケジューリングとかを良くしてたら、もっとクオリティのいいものができてたんじゃないかなっていう後悔がある。コンセプトとかさっきの白黒のテーマとか、まあ、もう10月ぐらいに決まってて、それは全くブレずに2月ぐらいまで走り切ったって感じ。いや俺は全然ブレていいと思うけど、なんか設計していく中でこっちの方がいいかもこっちの方がいいかもっていうのは全然俺ありやと思うけど、俺はほんまに10月のテーマ決まってその翌週でもパースが出来上がってたみたいな状態で、そのこういうイメージはこの僕が思うなんか建築設計のイメージがもうさっきビジョンみたいなのがもうパッて出てたからパースが出来上がってて、まあ、あとはその自分のイメージっていうなんかゴールに地道に設計していくっていうだけやったから、まあ、なんかゴールが決まってたから最初のスタート位置とゴールのテーマがもう早い段階で見えてたから、ずっとそのまあ大体 3,4 ヶ月間の設計の期間でもうまあ軸がぶれなかったのかな。売れるかもしくはちょっとこのテーマ厳しいなと思ったら、まあ、捨てる勇気も必要だと思うから、そういうところはまあ臨機応変というか、ただ別にテーマがその決まるの遅くてもそんなに気にすることはなくて、だいたい4年間設計してたわけやから、なんとかする力はみんなついてると思うから、まあ、あとはどんだけのクオリティに仕上げていくかで、そこにはどうしても時間がかかるから、テーマ決め遅れてるなって人も、まあ、そんなに気にせず、まあ睡眠時間削るくらい余裕でしょってできるでしょそれぐらいはそのくらいかな。その学内展示の段階では、80、ただ他にも外部のコンペとかも出したから、そこでブラッシュアップしていったから、そのブラッシュアップを含めると、まあ、90かな。模型かなさっき言ってたと思う。まあ、モデリングは基本アーキキャドでやってて、まあ、それはまあ直線上のデザインが多かったから、まあ、全部直線上のデザインだったからアーキを基本的に使ってて、で、まあ、図面とかオートでいじって、まあ、いられる色つけて、でパーツはフォトショップとルミオン使って、まあ、やったかな。まあ、その他にもレンダリングソフトとかまあ、ツインモーションとかルビオンとか、まあ、あとはライノのレンダリングでやってフォトショーで頑張って仕上げて、まあ、全部試した上でルミオンがその自分が一番最初に持ってたイメージと合ってたから、ルミオンを主に使って、まあ、フォトショップでちょっとだけ微調整するみたいな。でパースは仕上げ、まあ、イラリーに関しては特にみんな使うと思うから、そっかなんか何千イラリーを使うとかはそうやりやすいというか、自分に一番馴染んでるからイラリー使う。Adobe のソフトはなんて奥が深いなと思ってて、なんか今調べたら何でも検索に引っかかるから、依頼で極めたら怖いもんはないかなって卒生やってても思ったけど、あこんな便利な機能があるんだみたいな感じで、この奥が深いなと思って、ちょっと Adobe は、まあ、主に依頼と Photoshop は重要かなって思います。これはもう新1年生とか2年生とか、はい、これからソフトを触ってくれる人に対しても、まあ みんな一緒で Adobe のアドビーイラレフォトショーはやっとけ。
でちょっと、まあ、3D ビームは多分みんなそれなりに使う始めると思うから、まあ、アーキキャドとかラインとか、まあ、レビットでもちょっと自分に合ったもの、まあ、レビットかアーキをとりあえず触れるようになってて、で、まあ、ちょっと時間が余裕がある人とかもうちょっとモデリングの幅を持たせたかったら、まあ、ラインのとかの触り始めてたら、その後々こうなんていうの幅が広がるから、まあこのまあ、俺はこの3種類を、まあ、おすすめにあげるかな。なんか特定の YouTuber とかじゃなくて、なんかいろいろ調べてバラバラにその操作方法わからないとか、こういうことしたいんだけどやり方わからないとかっていうのは調べたら、まあ、ホームページとかいろいろ出てきたから、なんか特定の、まあ、サイトとかないかな、バラバラに見てたというか、ヒットしたもので分かりやすそうなもの選ぶっていう感じで、そうそう、あとはまあ本読んだりとか、アドビとかフォトショーの使い方の本とか見てやったかな。イラレとフォトショップで始まる、なんか建築の本が一冊あったはずやねんけど、ちょっと名前忘れたから、アマゾンとかで調べたらすぐ出てくるような有名な本だけど、それはすごいおすすめ。まあ、この大学やと1年間はずっと手書きでやるから、まあちょっと他の大学に比べたらそのソフト触る機会っていうのはあんまりなかったのかなと思うけど、俺は建築系のまあ部活に入ってたから、先輩がいろいろ聞いてて、まあ中1の夏にはアーキキャドは触ってたかな。中1あ、ごめん。ちょっと待ってください。ごめんなさい。大学の1年生の突っ込まずにはいらない。これ絶対使ったら。中1ですか？脳みそが死んでたから。大学1年生の夏にはアーキキャドはある程度触れる。なるほど。あれけど、なんか、あ、こうやって動かすんやみたいな程度かな。うん。で、2年生になって本格的に触れるよ。めちゃめちゃ早いです。うん。そんなにでも本気でマスターしようとは思ってなかった。いやいや軽く触れる程度にはなってた。まあ夏休み春休み1年生の。1年生からはもう早めに触り始める、うん、早ければ早い方がいいし、まあもう2年生になってて苦手だよっていう人もおるけど、まあそれは夏休みこの長期休暇に合わせて習得したらいいかな。その多分1、2年生だとそんなに忙しくないと思うから、まあ、3年生になると就活とかあるから分からんけど、そのうちに触れるようになってたら後々苦労しやんから、まあ、その時期にやっといたらいいかな。両方持ってて、ノートもデスクトップも、両方 Windows。 多分 Mac の方がみたいな感覚的に触れるとは思うねんけど、まあ、もともと高校生の頃に家にあったパソコンも Windows だったし、まあ、ちょっと慣れてて Windows にっていうのもあるし、やっぱ使えるソフトとか、まあ、あとは僕は友達とかと一緒にゲームとかもするんで、例えば互換性で選んだ場合に、まあ、Windows の方がいいし、あとパソコン詳しい人やったら多分自作 PC とかも多分 Windows の方がやりやすいのかな。拡張性があるの方のは Windows だから、まあ、そういった点では Windows の方がいいんだけど、まあ、Mac で全然いけるわって人は全然 Mac のままでもいいけど、そのハイスペックの PC が欲しくなった時にちょっと iMac は高いかなっていうのがあるから、まあ、Windows に自分がしたかな。ありがとうございます。まあ以上でじゃあソフトについての質問は終わりまして、まあ、うちの大学は研究室によって卒生をやり始める時期っていうのが違ってて、ただ俺が所属してた今もしてる研究室では大体、まあ、前期は大体コンペとか、まあ、
設計課題やって、で夏休みの間に教授と一緒にちょっと卒生のテーマどんなにするか考えといてねという軽い打ち合わせがあって、でだいたい夏休み明けた時に本格的に卒生のゼミが始まる。でその中で、まあ、俺は、最初は全然違うテーマで先生と打ち合わせしてたけど、まあ、なかなかゴーサインが出ずに、ほんまに9月の最後30日とかそこら辺でちょっとエドワード・ゴーリーの美術館建てたいですって言ったら、まあ、ゴーサインが出てよしこれで行こうと思って、そこからもう1週間で、まあ、さっきも言ってたパース出来上がって、だからトントン拍子に卒生は進んでいって、10月の中間発表みたいなのがあるんだけども、その時点でもパースが 4,5 万上がってて、コンセプトもだいたい決まってて、ここら辺は順調やってんけど、でそこからまあ図面、その美術館を設計するにあたってちゃんとした平面図とか断面図が必要だから、そういうのを用意するのに、あとはコンセプトをもうちょっと固めるって言った点で、まあ、だいたい1月の、年かけて1週間ぐらいで出来上がってた。っていうその学校としての卒業の提出日が1月末にあったから、まあ、それまで図面をなんとか終わらして、でそこから展示会っていうのが2月からスタートして、2月の中盤頃にあるから、そこで模型とかプレゼン用のシートを作るのに2週間ぐらい間に合わせたっていう感じ。結構じゃあ模型ギリギリ、あとはこれはそんなカツカツなんです、2週間で模型作った、まあ、でもみんなそんなもんやったから、なんか俺自身そんなスケジュールでうまくできてなかったわけじゃない。いやできてません。できてるというか、まあ、すごいトントン拍子にいったから。あ、そう、序盤はほんまにトントン拍子。逆に苦しむことがなかったんじゃないですか。そのスケジュールに関しては。その模型以外に。模型以外はほんまに順調だった。なんか言いようがないんですよね、多分。うん、まあなんか楽しく設計できたっていう思い出があるから。なんか苦しいっていうのはなかったかな、楽しいなみたいな。後輩あんまり呼べないし、少人数でどんだけのものができるのかっていうのを決めてて、だから模型のサイズとかは寸法縮尺とかは多分コロナじゃなかったらもうちょっと大きい縮尺で作ってたけど、まあ、コロナやったからちょっと縮尺ちっちゃめのやつで抑えたから、そこがちょっとそのスケジューリングとかに関する、まあ、コロナの影響、あとはその夜まで泊まれないとかがあったから、まあ、そういった点でどんどんなんか規模がちっちゃくなってしまったなっていうのがある。オフラインがあんまりないから模型もそんな重要視されない。あ、そう、もう今年基本的にうちの大学模型絶対作れっていう感じなんだけど、まあその模型って絶対にオフラインでやらなきゃいけない作業だから、大学に来てやるっていうのがほとんどで、まあ、そうなるとどうしても大学の中で密になってしまうから、まあ去年度はなんか任意で模型作るみたいな、みんな各自で必要な人は作るみたいなやったから、まあばらけてたかなって。作ってなかったし、多いみたいな、何人かおったよ、なんか動画作ってたりとか、そういう人は何人かおったかな。テーマが決まった瞬間から、白黒で行こうと決めた瞬間から自分の作品が絶対浮くことは分かってたから、多分みんな CG 使ってなんか色鮮やかな模型とか作ったりするんやろうなっていうのがあったから、で自分も同じ風にすごいパンとかすごい模型とか作って目立つんじゃなくて、もうなんか作風とか全部の雰囲気全体で自分の作品浮かせようっていうか目立たせようっていうことで、その旗から見たらその白黒って地味やねんけど、全体的に見たら白黒って逆に浮いてる、そのみんな色があるから、そういった点はその審査員の目に留まるようには意識して、そのプレゼンテーションというかシートの雰囲気とか模型の雰囲気とかは周りから浮くようには意識して、まあそしたらその審査員の人みんなでほぼ立ち止まってくれて話聞いてくれたりして、まあ、そこはなんか作戦成功っていう、うん、まあディプロマ京都、京都でやってるウクアイズのコンペと選ばれへんかったけど、まあ、先生の推薦で、日本建築学会の近畿支部の卒生の展には出したか、まあ、ちょっと選考には選ばれへんかったけど。ディプロマは選ばれた。ディプロマは確か Day2 で8000に選ばれたから、ちょっとプレゼン緊張しすぎてあんまりやったけど、まあ、けどなんていうの、めっちゃ憧れの竹山聖さんとか五十嵐太郎さんにも気を入れてもらったから、そこはいい経験したかなって、出してよかったなって。
だからそれはめっちゃ気になるとこと思うけど、模型材料だけじゃなくて、あの模型を展示するためのなんか土台、木材、俺は木でその模型をなんか机みたいなのを作ったから、ちょっとそれもお金かかって、だいたい5、6万はかかったかな。で、あとは、まあ、後輩を手伝わせるわけだから、ご飯代とかお菓子代とか、あとはその終わった後にご飯おごる代とかで、まあ、結局7万ぐらいはぶっ飛んだなって思うんで、今のうちにお金貯めとった方が、人によっては平気で10万使いますとかおるから、その周りで聞いてたら、まあ、お金は飛ぶよっていうのしかもバイトとかもそんなできないですよ。そうだからお金がいるのにバイトできないから赤字経営みたいな。だから今のうちに、4年生はちょっと厳しいかもしれんけど、今のうちにバイトをしてるか、まあ運のいい人は多分1月ぐらいお年玉が入るからもらえる人は20周年って、俺だから親戚多いからお年玉もらえてんけど、半分ぐらい卒生で消えたかな。あ、今のお年玉の金額バレちゃったけど。まだもらってます。ありがたいことに。いや、もう。好きな建築家は安藤忠雄とピーター・ズント。卒生見たら、あ、この人絶対この2人好きやんっていうぐらい似てる雰囲気。当然と丹下健三も好きで、まあ、丹下健三の東京カテドラルを見て、実際最初はパンフレットで知って、うわ、なんかめちゃめちゃかっちょいいなって思って、でこれは行くしかないと思って、1年生の夏に、もう東京行って初めて現物見て、なんかすごすぎると思って、なんだこの空間とかって、そっからもうずっと丹下さんはファンで、で安藤さんでピーターズントって感じで、基本的にシンプルやけど美しいような作風が好きかな。それが多分直線にも現れてるかなって。あんまりごちゃごちゃしたことはせずに、ディティールとか光の入り方でなんか攻めるっていうのは1年生の時に感じたインスピレーションから来てるのかな。基本的には1人来てもらってて、まあ、多分シャナ知ってる子だけど、でもう1人たまに来てもらって、どうしてもやばい時はなんかたまになんか傭兵みたいな感じであちこちの手伝い行ってるやつがおるから、そう、この人も手伝って、この人も手伝ってみたいな、そいつの取り合いが発生してしまうんだけど、そう、それでちょっと仲が悪くなる人たちとかおったりして、だからその仲悪くなってる人からちょっと2時間でもいいからちょっと来てくれへんかみたいな感じでちょっと頼んで、なんで基本的には1人で、やばい時には2人っていう体制でやってたかな。ちなみにその臨時で来た子とかに何か思ったりした？お菓子。基本的には支給。そう、そのほんまにたまにしか来てもらってなかったから。ただ一番手伝ってくれた子にはもうちゃんと焼肉をおごりました。お前もずーっと手伝ってなかったから。そう。やばそうっすねとか。やばそうっすね、なんかですね。どんな感じっすか？電車ですから。そう。ちゃちゃ入れに行った、ちゃちゃ入れにしか来てなかったから。自由にアドバイスしていいって言うと、睡眠は大事やねんけど、まあまだ4年生やったら睡眠は削るくらいは大丈夫かなっていう最悪あるけど、前日とか2日前とかは徹夜してたけど、1週間前とかまだちょっとだけゆとりあるときはしんどくても2時間とか3時間とか仮眠を取るようにしてた。睡眠は大事で、その後のなんか活動というかクオリティにも影響するから、まあ、睡眠はできたら取った方がいい。で、まあ自由にアドバイスということで、これは大学の教授に言われたことだけど、卒生って建築家になっていく上でのなんていうの、宣言書みたいなものって、まあ、俺も言われて、先生にどういう設計者になりますっていう宣言書の切符みたいな、そういうものだと思う。でそれがすごい心に残ってて、でそういった時に俺は将来どういう建築家になるんだろうって漠然としたイメージを卒生にちょっとだけ込めたっていうか、気持ちとか使命とかこれからどうやっていくのかっていうのを全部卒生にぶつけたっていうのもあるんで、その卒業するために卒生を作るんじゃなくて、それはもう大学に行く人も就活する人も同じで、
この単位とか卒業するためのものじゃなくて、これから建築家としてどういう風になっていくのかっていうのをちゃんと卒生に込めた上でやってほしい。だからなんか卒なくこなしたらダメって俺は思う。卒生は後悔しないように心がけないとダメかな。卒生で1位取って自信はついたから、まあ、それを前にしてというか、まあ、もうちょっと設計頑張りたいと思ってるし、まあ、今は大学院1年生で、まあ、就活がそろそろ始まってる時期で、まあ、俺も9月から組織設計のインターンに行くので、まあ、就職先は今のところ組織考えてるけど、まあ、後々はなんか家も組織やとあんまり家ってやらんから、なんか住宅も個人的に面白いなと思ってるから、まあ、なんか何年か経験積んだ後はなんか独立も考えてる。で、まあ、ゆくゆくはこの大学でもう一回講師みたいな感じで教えたいなって思って、そんな感じです。めちゃめちゃいいですね。ということでインタビューは以上になります。ありがとうございました。長々とありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。